こんにちは、山谷です。ピンチをチャンスに変える信頼を築くクレーム時の話し方、いよいよステップ2です。ステップ1では共感しながらお客様のお話を聞きましょうということをお伝えしました。メモも取りながらつつましやかな表情でお客様の呼吸に合わせておっしゃっていることをしっかり聞いていただきます。そして聞いていただいた後にスタートするのが、誤解されずにお話をするっていうことですね。で、今日のテーマはここで、どんなふうにお話ししていけばいいかっていうことで、最後までご覧いただくと、クレーム時のね、説明の仕方がわかります。で、これに入る前に大事なポイントが一つだけあります。実は、お話を聞いたら、それをコンパクトに要約して、お客様の伺ったお話を復習していただきたいんですね。この一手間を省きますと、共感したが伝わりにくくなるんです。お客様がこうだったんですよって、なるほど、それはですね、って説明に行っちゃうのと、こうだったんですよ、なるほど、お客様はこういうふうになさって、こういうふうになられた。だから、今こんなお気持ちでいらっしゃるんですね。あった事実とお客様のお気持ちを要約してお伝えいただく。その一ステップを入れた後で、で、私どもでは、で、ご説明に入っていただくと、聞いたことをちゃんと受け止めています。共感が伝わってのご説明になるので、お客様に受け取っていただきやすくなります。ぜひ、まず受け止めたお話をコンパクトに要約して、復習するという一手間をなさってください。その後に誤解されない話し方のコツでございます。これも3ステップです。お客様の話、事実、感情を受け止めた。受け止めたことを伝える。自分の考えを提案する。今お話しした通りですね。事実だけでなく、お気持ちを伝えることで、あ、そこまで分かってくれたのか。それをね、伝えることができます。そして、あなたの考えを伝える伝え方が今日のメイン。これは4ステップです。まずね、移行のところはね、お伝えした方がいいですね。本当はこうだったのに、こうだって残念でいらっしゃるんですね。こんなことがあったのですね。で、ステップ2。申し訳ありません。まずね、ここを謝りましょう。これは、どちらに非があるという話ではなくて、こんなお気持ちになられた。で、ここまでいらしていただけたことに対して、申し訳ないですね。申し訳ございません。で、その後にね、状況を説明いたしましょう。実は、こう、こういう状況でございまして、こうなんです。で、じゃあどうしてくれるのって話になりますので、もしよろしければ、こんなことが可能です。っていうことをお伝えしていただく。これが重要ですね。状況説明だけで、こうだったんです。で、終わっちゃう方が時々いらっしゃるんですけども、どうしたらいいんだろうと思いますので、申し訳ございません。実は当社ではこうこのような状況でございました。もしよろしければということで、代替案をご提示いただきたいと思います。これ内容はね、いろいろあると思うんですね。代替の商品を出すとかね、修理させていただくとか、その事象によって対応できるところが違うと思いますので、可能なことを出していただければと思います。で、一個しか代替案がないときはね、当社ではこのようにさせていただいておりますが、よろしいでしょうかってご意向を聞いてください。当社ではこのようにいたしておりますので、こうさせていただきますって言うと、一方的になってしまって、って。やっぱりね、ご意向を伺って、決定権はお客様にあるので、決定していただく一手間かけてください。当社ではこのようにさせていただいております。よろしいでしょうか？
で、嫌だったら、いや、困るってお話になりますし、うん、じゃあ仕方ないね、っていう。やっぱこの一つのね、お客様の承諾っていうのをワンステップお願いします。で、それを受け入れてくださったとしたら、感謝ですね。この度は、誠に申し訳ございませんでした。ご協力いただけることに感謝申し上げます。で、またね、お客様にこのようなご不快な思いをされることがないように、社内でも情報共有いたしまして、改善していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。というところでね、やはり、クレームがあってもおっしゃってくださらないお客様がほとんどですよね。やっぱ言いに行くとか電話かけるってことで自分も嫌な思いしたくないからもういいやって諦める方が多い。その中でわざわざ時間を使って教えていただけるってことは私たちに改善する余地があると可能性を感じてくださってるからなわけで、やっぱり私たちにリベンジのチャンスを与えていただけることが最高にありがたいことなので、本当に教えていただけたことありがたいですし、私たちも全力で信頼回復できるようにさせていただきますっていう、本当にお客様にお足を運びいただいたことありがたいと思います。感謝の気持ちをお伝えしていただけたらと思います。いかがでしたでしょうか。お客様のお話をしっかり受け止めて、受け止めましたよをお伝えして、そして当社の状態を、意向を確認して、お詫びして状況を説明し、代替案を提示して、感謝を伝える。この4ステップでなさってみていただきたいと思います。いかがだったでしょうか。もしよかったら、いいねお願いします。そして実際になさってみてね、もしうまくいったりしたら、ぜひ教えていただけたらと思います。皆様のメッセージが励みになります。またですね、LINE からアナウンサーの滑舌練習表もプレゼントしておりますので、ご希望の方は下からですね、LINE 登録もお願いします。では、次回はこのクレーム対応の最終3ステップです。またご覧になってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。